理論上はこうした理想主義者と理性主義者の相性は、特定のカップルが外交的内交的な社交態度かっこいいと愛と、もしくはスケジュール作りかオプション探索 J と P どちらかで補完し合う場合に相性が良くなるよと、うん、以下のこの4つの NFNT の組み合わせはどのような上手な組み合わせを生み出す可能性があるかを示唆しています、はい、っていうのでちょっと細かい紹介をさせていただくんですけども、 INTP と ENFJ、ここでは教師 ENFJ と建築家 INTP がまずその補完の組み合わせで出てくるんですけど、ここの ENFJ INTP は非常によく適合する可能性があると。外交的でスケジュール管理を得意とする教師 ENFJ は生まれ育った教育者または成長の触媒としての素質があり、愛する人々の潜在能力を引き出したがります。そしてその最良のターゲットは内向的で探求心に富む建築家 INTP ですと。この INTP 建築家の冷静で落ち着いた距離を置いた疑問を呈する外見の内側には、建物、機械、ツール、業務、言語、数学などの設計技術差が潜んでいるのです。もしこの磨かれていない原石を啓発し潜在能力を発揮させることができたのであれば、はい、ENFJ は、はい、てんてんてんっていう言い方がされてます、はいはい。まあ、INTP を、はい、ピグマリオンできるとは思えないんですけど、はい、でもまあ INTP もその ENFJ の、はい、まあ、はい、うまくいけばうまくいくんでしょうね。あ、何がですか？いや、なんか勝手に磨かれてない原石とかね、はい、ENFJ 側から言ってるけど、はいはい、INTP はどうやって思ってるのかなって今ちょっと思っただけです、はいはい、削れるとは思えないんですよ、はい、INTP さんを磨く、あ、磨くね磨くね、はい、はい、では次、発明家 ENTP とカウンセラー INFJ、 ENTP 発明家とカウンセラー INFJ、 カウンセラーと発明家は極めてうまく適合する可能性があると。内省的でスケジュール管理を得意とするカウンセラー INFJ は複雑で神秘的象徴的な内面世界を持っており、内省に閉じこもったり倫理的な問題に縛られがちですが、外交的で探求心に富む発明家 ENTP によって大いに自由になれるでしょうと。またカウンセラーは常に非常識で時に無謀でさえある発明家が人生の意義と魂を見出すのを助けようとすることに大きな満足を見出すかもしれません。いや、なんか、はい、合う合うって、はい、言って影響を与えられるって、はい、NT に影響を与えられるのかなってずっと悶々とするんですけどね、うん、ピグマリオンできないって言ってるじゃないですか、はい、ごめんなさい、それに今ちょっと引っかかってるだけです。しっくりきてないんです、はい、次がチャンピオン ENFP と INTJ マスターマインド、はい、はうまく合うはずですと。外交的で探求心に富むチャンピオン ENFP は人生の意味を求める熱心な十字軍的段階にあるヒーラー、これは INFP ですね多分、はい、とよく似ており、この世の善と悪すべてに目を向けています。しかしこのチャンピオンはより外交的で高揚した性格で、発見したことを大声で語るのが特徴的です。まるで新しいものを嗅ぎつけて吠え続ける子犬のようですと。これちょっと悪口言ってますねこれ。子犬って言いましたよ今、まあ、別にいいんじゃない、子犬のようですよ、まあ言いたい
ってことですよね。ごめんなさいね、はい、さて誰がこの好奇心旺盛で活発だが魂を持つ人を喜ばせるでしょうかと。不思議なことに秩序だった強い意志を持つマスターマインドかもしれません。プロジェクトの計画と指揮に狭く関心を注ぐマスターマインドは世界の情勢を知る人を通して外界との重要な接点を見出せるかもしれません。あ、こっちはこっちでくさびになってくれるし、はい、INTJ さんにとっては、はい、世界につながる、はい、本当かな、なんか全然INTJ さんをピグマリオンできる気がしないんですけど。ピグマリオンしちゃいけないんですよね。でもしちゃいけないけど、じゃあどうやって影響って及ぼすんでしょうねっていうのが、その INFP は INFP、 あ、今 ENFP、 ENFP は INTJ、 はい、まあ、それは自分は自分のって話じゃないですか。はい、その自分の価値観に相手を変えようとすると衝突が生まれるのがピグマリオンですよね。ただお互いがお互いを尊重し合いながら、はい、テリトリーを侵さずに、はい、好きなことをやり、はい、認め合うことができていれば、はい、相手の尊敬している部分をちょっとずつ入れてっていうことなんですかね。はいはいはい、相手が取り込むぐらいの感じじゃないですか。こっちからこれをやれっていうよりは、あ、相手側のいいところをこっちに入れちゃうってことですね。はいはい、でそれをお互いに、はい、ピグマリオンは自分をやった方がいいですね。自分を自分をなんか、はい、ごめんなさい、はい、でヒーラーとフィールドマーシャル、 INFP と ENTJ はお互いを伴侶にすることで大きな満足を得られる可能性が高いですと。内向的で探求心に富むヒーラー INFP は他のタイプよりも恋愛関係における問題をよく抱えますと。おそらくそれは人生を悪と十字軍か宗教的黙想、黙って想像するへの退却のどちらかをと熱烈に捉えがちなためでしょうと。もう一回言います。この内向的で探求心に富むヒーラー INFP は他のタイプよりも恋愛関係における問題をよく抱える。それは人生を悪との十字軍か宗教的黙想への退却のどちらかと強烈に捉えがちなためでしょうと。あ、もう人生をそうやって思ってるってことですね。うん、悪い十字軍との戦いか、はい、もしくは自分が黙っておくのか、はい、みたいな。そして同じヒーラーが今は十字軍のように修道士のように行ったり来たりすることがあると。どちらの場合もそのような精神的強度に付き合うのは伴侶にとって大きな負担となると。しかし偉大な目標に向けて力を集結させる外交的でスケジュール管理を得意とするフィールドマーシャル ENTJ ならこの交互のライフスタイルに対処できる器量があるように思えますと。つまり黙想に没頭したりある理念に熱中しすぎて道を踏み外しがちな相手に明確な方向性を ENTJ なら示せるのですと。なるほど。なんかこの黙っちゃうのか、はい、こっちです、道はこっちですみたいな、はい、修道士のような、はい、戦い、この両極端な、はい、人には、はい、この精神的強度がパートナーに必要だってことですね。はい、でそれは ENTJ が持ってるかもしれないよっていうことを言ってる、まあ、計画立ててみたいなところじゃないですか。目標を立ててそこに向かって突き進んでいく姿が参考になる、はい、あ、はい、その解釈でいいと思います、はい、僕の解釈だと多分ただの悪口になっちゃうのですいません、はい、とこの理想主義者が結婚する相手がどのタイプの人間であれ彼らが最も成功し満足のいく結婚生活を築く可能性が最も高いと言えるでしょうと。あ、この NT の人たちがってことですね。調和の取れた人間関係を作ることが彼らの喜びであり得意分野なのですと。
彼らはその企てに対して最高の資質を持って当たります。思いやりの心、協調性、感情を表現する能力、パートナーへの情熱、深い絆を求める願望、個人的な温かさと熱意など、これらのすべての特性が魔法のように彼らの人間性に作用し、ピグマリオン計画を立ち上げがちな傾向をも補って余りあります。まあ、人間がはよくピグマリオン効果をみんなやりがちだが、 NF タイプはやりがちなところを上回るぐらい温かさがあるよって言ってましたね。実のところ、ピグマリオン計画がどの結婚にも避けられない一部であり、そうした親密な教養は最善の場合でも愛情と共感に満ちたものにとどまると仮定できるのであれば、理想主義者は伴侶に例外的な幸せをもたらす可能性を秘めているということになりますと。 NF タイプを探せってことですね。違うのかな。はい、はい、という、はい、NF タイプ、残念なというか最高なというか、はい、考え方次第ですか。考え方次第ですね。はい、